30ワクワクシティパーク第9位は、はい、こんなにいっぱい畳まなくてもいいよ。さあ今週の第9位はキッズノーチャーミングガール6669点ということで、はい、今ね拍手上がりましたが申し訳ございません。本日はお仕事があってみつくまお休みということでございます。ファンの方で、ね、第9位に入ってたよノーチャーミングガールということでね、はい、お伝えいただければと思います。残念でございました。みつくんのノーチャーミングガール生で聴ける日がいつか来るといいですね。はい、それでは続いて第8位に参りましょう。じゃあそのマイクを使っていただきましょうかね。はい、もうすっかりね皆様にも おなじみとなりました日比野美希さんね、今日もエレクトーンを携えてやってきてまいりましたけれども、今度来年なんとビッグショーをこの京都でするというふうにお伺いしたんですけれども、はい、誰かと一緒にやるんですよね。尺八の番栄翔さんと一緒にやります。はい、この、ね、メンバーではインストで、やってるのはミキティ、コミッキーとあとバーエンショーさんの尺八なんですけれども、もう大体決まったんですか？全く決まってないです。内容も全く決まってない。日にちは決まったんですか？はい、1月の7日、最初の日曜日です。8日だ、はい、1月の8日に場所はねこのすぐ近くにあります木屋町のイベントスペースパームトーンというところでね、コミッキーとそしてバー栄翔の、はい、2人のビッグショーがありますので、はい、楽しみにしておいていただきましょう。では、今月の第8位ですね。まずは、エンジェルタイムお聴きいただきまして、その後に風の行方、そしてこれはなんて書いてあるの、ハス、あハスね。ハスってカタカナで書くと何の重みもあるよね。本当英語でハス。はい、わかりました。じゃあ3曲続けて、はい、お聴きいただきたいと思います。拍手でお迎えください。
Thank you.
し上げましたが2曲でしたね。はい、今週の第8位はコミッキーでございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。